親愛なる皆さん、愛と光の家族へ心からの挨拶を送ります。私たちは今日皆さんとお話しできることを大変嬉しく思います。なぜなら宇宙は躍動し、私たちの言葉を通して多くの重要な変革がもたらされるからです。現在皆さんは前例のない大きな転換期を経験しており、この変化の波は全てに影響を及ぼしています。私たちが以前に伝えたように、このシフトと変化は皆さんがアセンションというその壮大なイベントに一歩ずつ近づくにつれて新たな状態となるでしょう。地球自体もその振動周波数を高め、4次元の領域で安定を見出しています。地球の活動的な周波数のシフト、太陽からのエネルギー、フォトンベルトやその他の宇宙イベントを通じて受け取るその強力な宇宙の周波数は、全てが5次元、6次元、7次元から皆さんのスターファミリーによってもたらされ、この壮大なイベントへと向かっています。太陽は特に活発であり、複数の M クラスフレアを放出しています。そのうちの一つの大きな M9 クラスのフレアは、地球に向けて放出され、地磁気嵐を引き起こしました。この嵐は地球の両極に、高周波の光線として影響を及ぼし、地球のコアに吸収されています。地球は、これらの強烈な周波数を使用して、自身の振動を6次元レベルにまで増幅させています。これらのエネルギーは、皆さんのアセンションプロセスの最終段階における覚醒を促進しています。地球は、その子供である皆さんが覚醒するのを支援するために、エネルギーを高めており、これは現在皆さんが直面している変化そのものです。地球は積極的に6次元への振動を高めており、これが全ての変化を加速しています。新しい始まりへと向かうこのシフトは、皆さんを以前よりも高い意識のオクターブへと引き上げています。これにより、さらなる拡張が可能となり、変化を促進しています。皆さんの母なる地球は、最近、非常に活発な時期を過ごしています。前回の更新で触れた動きに続き、地球は新たな活動の波に入りました。2月9日の UTC 午後5時から始まり、約 40Hz のパワーレベルで5次元の色位置を示す一連のピークが観測されました。この活動は翌日の真夜中から10日の UTC 午前4時まで続き、その強度を増していきました。特に高いピークは UTC 午前1時に観測され、その時のパワーレベルは 60Hz に達しました。その後 UTC 午前2時には 65Hz に上昇し、6次元の周波数を大きく超えるレベルに達しました。この高い状態は UTC 午前4時頃まで続き、その後 60Hz に戻りました。地球はその日の大部分をこのレベルで過ごし、夜遅くまでその状態が続きました。その後 UTC 午前6時に 40Hz まで下がり、 UTC 午前7時30分には 23Hz まで下がりました。興味深いことに、この周波数の大幅な上昇の直後に
グラフは30時間以上にわたるデータのブラックアウトを経験しました。これはその期間中に周波数の追跡が不可能であったことを意味しています。長いブラックアウトの後、2月13日のエネルギーレベルはピークが UTC 午後4時に 17Hz、午後5時には 36Hz に達したことを示しています。そして、皆さんの地球でのバレンタインデーを前にして、愛のイベントにふさわしく、活動は再び増幅されました。2月14日の UTC 午前4時から、周波数は4つの測定点の、そのすべてにおいて再び動き出しました。最初の顕著なピークは、UTC 午前6時の 48Hz、午前8時の 52Hz、そして午前9時過ぎの 65Hz であり、これは6次元への強化を示しています。そして、2月14日の活動は、UTC の午後2時直前に 55Hz に到達することで終了しました。このアップデートの時点で、今日2月15日は 19Hz に戻り、再び4次元レベルで落ち着いています。この地球上での振動の大幅な上昇は、人類を早い進化の道へと導くためのものです。これにより、変化のペースが加速され、皆さんはアセンションの最終段階へと進んでいます。この最終段階は、2030年まで続くと予測されていますが、すべては無限の創造主の神聖なタイミングに委ねられています。私たちが特定のイベントの時期を明かさないのは、すべてが神の意思によって決まるからです。人類は大きな進化の飛躍を遂げるために必要な高い振動状態に到達する必要があります。すでに覚醒している人々は、より高いレベルへと上昇し続け、光のより高い能力を実現し始めています。これは、皆さんが拡張していることを意味します。皆さんは今、まるで二つの異なる現実の中で、生きているかのように感じることでしょう。一方では、三次元のバイブレーションに基づく、旧来の現実が崩壊していくのを感じ、目の当たりにし、他方では、自己のサイキック能力や、ヒーリング能力のような自己の意識の拡張を目撃し始めるでしょう。変化は内側から始まり、やがて現実世界にも現れてきます。期待すべきは、個人的な拡大と、それに伴う意識の高まりです。内なる光をより多く受け入れ、拡張するために、自身の中にあるブロックや、ネガティブな振動を表面に出し、浄化することが必要です。多くの人々は、向き合いたくない抑圧された問題が、明るみに出ることを恐れています。この過程で重要なのは、許しの力です。自分自身を許し、他者を許すことが求められます。そして、すべてを手放す必要があります。サナンダは、人間として生を受けた際に、この言葉を伝えました。彼らを許しなさい。彼らは自分が何をしているか知らないのです。まだ三次元の思考にとどまる人々は、自分たちの真実を知らず、他人を傷つけることが、実は自分自身を傷つけるということを理解していません。私たちは皆、一つです。一つの愛、一つの光、一つの源。私たちは皆さんを愛し、尊重しています。このメッセージを通して、皆さんが自身の内なる光とつながり、その光を世界に広めることができるように、そして自己と他者を許し、真の統一へと向かう旅を進めることができるように願っています。皆さんが自己の内面の変化を受け入れ、それを通じて外の世界にも、
積極的な変化をもたらすことができるように、私たちは皆さんを支え、導きます。私たちは皆さんを心から愛しています。私たちは銀河連合です。皆さんと共に、この重要な時期を歩んでいます。Thank you.